どうも、遠藤です。バトルグラウンド今日もやってきます。でね、今日皆さんどんかつ食べましたか？私はね、スクワットで1回とソロでこの前ね1回勝っただけでなかなか勝てないですね。結構ね、10位以内に入ることが多いんだけどね、もう最後にね、円の外側で出て範囲負けしたりとかすることが多いですね。てな感じで、今日はね、今日も、ロンカツ食べるのを目標としてプレイしていきます。まあ、なので戦闘もね、最低限、なるべくね、戦わないようにして、生き残るってのを最優先に考えていきます。でね、このマップ、ここにね、ほら、車あるでしょ、オレンジ。あそこね、確か勝手で車あんのかな。なんでね、まあ、ちゃちゃっと車を取って、移動手段をね、作って、人が来ないところに移動、いきなり M4 じゃないか、M16 か。いいですね。で、エクストラマグ、あ、これ大事。このゲームね、結構やったんだけどね、サブマシンガン強いね。サブマシンガンの中でウージーと、あと、UMP が強い。でね、クリス、ベクターも、まあまあ強いんだけどね、弾数がないからね、息切れしやすいんでね、よく、弾なくなっちゃって負けたりとかすることが多い。ね、安定はしないね。多分、まあ、近距離は、ウージと並んで威力が高いんで強いはずなんだけどね。お、ちょっと待ってよ。バギーの方がいいですね。乗用車はトルクが全然なくて、坂とかがね、もう遅い。遅いつかもうほぼ登れないレベル。急な坂は乗れないんでね。やっぱ、一番移動手段としていいのはバギーかな。速い。これ速いんでね、もう撃てない。この速度で横切ってくるやつは。もう全然倒せないっていうことで、部屋が空いてるかな。ここにね、一人降りたのは知ってるんだよ。あのマンション。ここか？お。いた。そこにいるか。え、ちょっと待ってよ。ちょっとあれ、多分殺しきれないな。見てるね。あ、いなくなった。ちょっと家の中から確認してみるか。いる？見えない気がするけど。どこ行った？いや、めっちゃドア開いてて怖いんだけど、これ。この中にいないよね。いや、物資的には絶対不利なんだよな。この状態で。いや、いないぞ。いないぞ、いないぞ。どっか行ったかな。そう、武器が全然ない。弾もないしな。30発で、つか、武器これしかないじゃん。M16 の弾30発のみ。これでどこまでいけるかなんだよな。あ、あそこの家？あ、開いてる。いるぞ、ここ。いるんじゃないの、もしかして。あ、いる。降りてきてるか。来た、ほら、しゃー、よーし。よーし。で、医療用キットを使って、ライフをマックスにしておく。で、
ああ、アングル。あ、UMP あるじゃん。私のメイン武器、UMP。まあ、これがあればね、もうあといらないかな。で、カスタムとして大容量マガジンつけて、アングルフォアグリップ、レッドドットサイトに、うん、これでいいかな。今回はこれでいきましょう。他はもういいや。サブマシンガンのみで勝ちに行く。そういう感じにします。5.56 もいらない。他ないね、特に。いるもんとかないよな。あ、グレ持っていくか。で、まあ、よく言えばな、サプレッサーが欲しい。このゲームサプレッサー強いからね。なんかもうど真ん中だね、円が。めっちゃど真ん中でしょ。あと結構ね、この、最後の方になったら、のっぱらで、家がないところ。もう腹っぱで戦うことが多いんだけど、やっぱね、この麦畑ってね、匍匐すると相手から見えなくなるからね、やっぱここ戦いやすいっすね。自分はこういうとこで匍匐して戦うのが得意。でね、匍匐してるときはエイムすると麦で見えないんで、必ず右クリック長押しか、全く覗かないで戦うようにしましょう。この状態でね、右クリック長押しして、撃つっていうのが強いんだよね。結構ね、みんな、なんだろう、麦畑で撃つときに一回起き上がって撃つ人がいるんだけど、あれね、絶対やめた方がいいですね。必ずこの匍匐した状態で、長押しのエイムで、狙いをつけて撃つみたいなね。そういう風にやった方がいいですね。まあ、後でちょっとやりますか、それ。ちょっと時間が足りないか？もしかして。見当たらないな。おっと、近づいてきた。お、後ろ？おー、びっくりした。はい、一人キルした。びっくりした。後ろじゃん。救急キット使って、アイテムを取っておきたい。回復アイテムが欲しい。あと缶ジュース。おいね。さて、この家、果たして使っ、もう時間がないよ、これ。これやば。ちょっとやばいぞ、これ。あ、つか奥に敵がいるんだが。うわ、これ間に合わない。間に合わなくない？きつい。きついぞ、これは。あ、まあ大丈夫か。まあ大丈夫か。まあ、はみ出るっちゃはみ出るけど。一応右側を後方、うん？後方じゃないや。警戒しておいて。ダメージを受けているが。まあまだ今の段階だとそんなに痛くないんだよね。後半になればなるほど痛いんだけど、まだ大丈夫だな。よし、あの山の中に入って、往復するか。まっすぐ進んで、あ、バギーあるじゃん。あれ、乗り捨てた、誰か乗り捨てたやつではないよな。大丈夫か？よし、あれ、もう乗るしかない。もう間に合わない。46秒じゃ絶対間に合わない。あれ乗ろう。もう、猛ダッシュ。猛ダッシュして、あのバギーに乗って、で、戦闘エリアに。おう、つか、後ろからなんか音するなと思ったら、バイクじゃんか。バイク走、ちょっと避けていこう。
バイクの方がなんか取り回し良さそうだからな。避けていきましょう。円の外側を回り込むように走って。やっぱね、乗り物でね、一番強いのはバギーですよ。スピードが速い。スピードが速くてトルクがあるんでね。山道だろうが関係なしに乗れるんだよね。これがやっぱ強いね。最速スピードだとね、なかなか弾当てられないんですよ。やっぱこのスピードを使って敵の攻撃を下げていく。スピードタンクってやつです。おっと、目の前にいるじゃんか。うわー、どうしよう。めんどくせえ。バレてるけど、車降りた様子はないな。問題なさそう。このまま行くか。よし。お、なんか物資が投下されてる。バギー乗って、あ、やばい。範囲が。やばい。ちょっとバギー乗せてくれ。あれ、ちょっと待って、これ。止まれよ、お前。よし、来た。よーし。ギリギリだよ、ギリギリ。危ねえ。落ち着いてね。こういう時こそ落ち着いてね。攻めるのが、勝利への道筋ですね。さあ、余裕を持って。ギリギリを攻めていく。お、ちょっと待ってよ。人いたか？気のせいか？あ、いた。あ、あいつ確定だな。いける。こう走って、さらに走って、で、この木の裏に隠れて、で、相手の方は絶対に姿を現す。足音聞こえるぞ。そこか？いた。で、撃つ。はい、3キル。こういうとこはね、確実に拾っていきたいですね。で、アイテム。惜しいね。エナジードリンク放題。他は特にいらないかな。グレネードもないか。SKS。一応 SKS 持っとくか。念のため。使わないとは思うけど。どうなってんの？ああ、また範囲狭くなったな。ちょっと移動しなきゃいけないな。これ、バギー乗る意味あるかな。乗るか。まだ乗る。ちょっと走っておくか。で、ギリギリのところはね、攻めていこう。こういうギリギリのところ。網出ないように。もっと撃たれた。撃たれてるけど、バギーは速いんでね、弾を当てるのは難しい。相当慣れてる人じゃないと弾を当てられないんだ。これがスピードタンクっていうやつですね。で、走って。ギリギリのところを走って自分に有利なポジションを探し。山の上がね、強いんで。お！ちょっと待って、物資があるな。あれ、誰か取った後かな。さすがに取った後か。一応ゲットしておく。お！お、ギリースーツあるじゃん。おっと！ちょっと待って、これは熱い。カー。いや、カーとかいらないな。ギリースーツ熱いぞ。ちょっと待ってね。ちょっと待て、バギーちゃん、バギーちゃん、ちょっと、バギーちゃん、ちょっと止まってくれ。よし、乗った、危ねえ。間一発で。よし、来た。いいね。これもう、あ、いいですね。得意の麦畑。よし、もういいや、バギー捨てて。これは、武器が目立つな。ちょっと待てよ。ちょっとこれ。やかんじゃねえか。フライパンが目立つな。ギリースーツの意味がない。ちょっと隠れて捨てようか。ちょっと一回範囲内に入ったら捨てる。捨てるの忘れてた。これ捨てよう。これもいらないし、フライパンもいらない。これがなんか邪魔くさい。火炎瓶もいらないよ。捨てよう。で、これでいく。もうスモークとサブマシンガンのみでやりましょうか。で、この緑のとこ、この辺にいると、あー、でもこれわかんねえな。確かに。これわかんねえな。遠くからだった。草だわ。あ、いた。いたいた。土管の中1。あ、さらに奥。奥の家に1。あいつら2人でやり合ってくれればいいかな。あそこは、
まあ、どうぞ、ご自由に戦ってくださいっていう感じにして、勝ったね、勝者を私が倒すっていうシナリオですね。多分あの二人、戦ってないのかな。お、あれ戦ってますね。一応鎮痛剤を飲んでよく。戦って、もう勝ったのかな、わかんないけど。こっち来るか。来るね。狙おう。来た来た来た。あいつを引きつけて、しっかりと当てていく。4キル。やっぱ UMP 強いですね。こう、このね、打ち方が、おっと、どこだどこだ。やめよう、立とう。立って家の中に退避。この家の中には誰もいないってことは分かっているんで、退避して、後ろだろうな。後ろってことは、こっちから、入って、で、やべやべやべ、これやばいんじゃないか。ほふくほふく。まあ、ギリースーツ着てるから、動いて、まあ動いてたらバレるか。で、ライフマックスにして、ここで医療用キット使っていく。いや、ギリギリでも円の中入れたから、いいかな。で、エナジードリンク飲んで、敵の姿が見えない。右？ん？どこ？そっち？さあ、同化している。これ完全に同化してますね。もう木になりきっている。もう完璧だな。さあ、出てきた、出てきた。出てきて、家の中に入っていくが、お？戦ってますね。あグレネード。家の中に投げようとしたけど、ドア閉められてる。まあ、見てよ、俺。バレてないから。おー、戦ってる。いいね。ちょっと撃ってみようか。はい、はい、当たらない。当たらないわ。もっと奥に行った。じゃあ奥に二人かな。で、五人生存。残り四人。二人死に。残り二人わからん。残り二人どこにいる？お、戦ってる。死んだ。後ろ？後ろじゃないな、今。左か。ちょっと待てよ。ってことは、奥の二人と、自分と、ちょっとダメだな。向こうにいる以上。ん？足音、足音。左？あ、いた！そこ、そこにいるのかよ。サクッと、後ろからしっかりと狙いをつけて、倒していく。5キル。さあ、5キルしたぞ。で、円がちっちゃいので、円の中入って報復していく。で、奥に敵がいるはずなんだけど、見失ったな。残り3人生存。ちょっとグレを投げて。スモークグレで荒らしていく。エナジードリンク、最後の1個。飲み干して。もう1個、もう1個もあったか。もうガブガブ飲んでますわ。レッドブル。で、敵は？あ！今いたぞ。今いなかった。あれ？死んだ。競技エリア外で死亡しました。え、で、怠慢になったわけか。うわぁ、マジか。ついにね、来ましたよ、怠慢。まあ、なんとなくね、予想はついてるんだけど、あの奥の岩にいるよね。絶対。そこしかないよな。この状態で生き残ってるって。だって円がもうちっちゃいしさ。あの奥の、いや、ちょっと岩だよな。他ないよな。これ攻めるのはありかな。よし、行こう。よし、行くか。よし、行くぞ。走って。裏にいる奴らを。いない！ちょっと待って。ちょっと待ってよ。え？どこしたら？だって円なんてもうないじゃん、ここしか。え、どこにいるの？そっち？そっち、ダメージ食らうでしょ？ダメージ食らうよね、そっちって。わかんねえな。やばいやばい、わかんねえ。ほんとにわかんねえ。敵が、つか、いないんだけど。敵がいないんだが。え、どうすんの、これ。ちなみにこれってどうなんの？この円よりちっちゃくなったことないんだけど。この後ってどうしてん？いないよな。あの木の茂み？いや、違うよな。後ろにいたら見えるよ。え、いないね。あれ、もしかしてあそこのくぼみどこでもダメージ食らうよな。
すんだこれ。探せない。探せないっす。これどう、なんか何バグってるわけじゃないよね。15秒後マップ上でマークされているプレイリ、マークされているプレイリアってどこ？めっちゃ、どこだこれ。わかんねえエリアが。この辺だべ、どうせ。あ、狭くなってきた。狭っ、ちょっと待って。狭っ、いてててててて。え、どこどこ、あ、あ、マジか、勝ったぞ、おい。ちょっと何もしてないで勝ったんだけど。なんか、あれなのかな、どっか、やっぱあの、くぼみの下にいたのかな、わかんないけど。出てこれなくなっちゃって、負けちゃったけ。まあね、とりあえず、ドンカツってことで。まあ、まあ、結構ね、UMP9 で倒すこともできるんでね、このサブマシンが強いですよ。ということでね、まあ、微妙なんだけど、以上です。